旬の食材を使った丁寧で心のこもった料理。旅に出たら地元の美味しい食事をいただきたい。鳥取の旬の味を楽しむならここ。和風料理つくし館です。女性に人気のここつくし館。落ち着いた雰囲気の店内でいただくお料理の数々はどれも上品。中でもおすすめはつくし懐石。旬の味が存分に楽しめます。こちらは突き出しに使っておりますチーズクリーム豆腐といいます。つくし館のオリジナルのメニューでして、牛乳と生クリーム、クリームチーズ等を練り上げて作っております。こちらお作りでございます。中央の台になっているのがヒラマサ、そしてその左隣にカニの身、手前にモサエビ、こちらはモサエビの子供を卵をまぶしております。で、一番右端に鳥取の名産の白イカのお刺身をつけております。白イカは生姜で召し上がっていただくと美味しいと思います。料理長の漆原雅史さん、京都や大阪の料亭で修行した料理長が作る料理は上品で繊細。使う食材は毎日市場へ行き自分の目で選ぶというこだわりよう。料理に対する真摯な姿勢を感じます。和風料理つくし館でございます。春から夏は白イカ、岩牡蠣、そして秋から冬にかけては松葉ガニ、鳥取の名産を大将自ら港に仕入れに行ってご準備しております。鳥取の地元の味をお楽しみいただけるようになっております。こちらにお越しの際は皆様どうぞお立ち寄りくださいますようお待ちしております。